前から龍ヶ崎の横田さんはじめ、いろいろ県の観光物産協会でいろいろと活動させて、いただいてるんですけども、龍ヶ崎にとってはね、大きいことですし、まあ、全量なんですね。全量です、そうです。はい、はい、やっぱり米作りはプロの専門のですね、プロに任せて、やっぱりいい、よりいい品質のいいお米を、使いたいと。地酒、厳密でいう地酒っていうのは龍ヶ崎では作れないんですよ。今、蔵がなくなっちゃいましたので、こうやってね、全量龍ヶ崎さんの方に使っていただいて、なおかつ舞龍までラベルに貼っていただければね、お土産品としてもそうですし、まあ、茨城県産の自慢できる白菊さんですしね、そういう意味では本当にありがたいことだと思いますね。売れすぎちゃった。そいくらでも作ります。そうですか。期待してます。まだ飲んでないので早く飲みたいです。こういうお酒が龍ヶ崎の市民の皆さんにも飲んでいただいて楽しんでいただけると嬉しいなと思います。さすがに横田さんが作ったお米ですので、本当に素晴らしいお酒ができましたし、このお酒はもう冷やしても常温でも缶をしてでも美味しく飲める、本当に三拍子揃ったお酒でございます。龍ヶ崎の人たち、本当に地元の人たちに手に取ってもらえる可能性が広がるっていうのはすごく嬉しいことだなっていうふうに思います。もうぜひ市長を中心にですね、ぜひ龍ヶ崎の方にどんどんこの舞龍のお酒ということで広めていただけたらなっていうふうに思います。はい、もう一枚いただきます。はい、はい、取ります。